行きましょう。ういあら、これ塩化率上げたっけ。あ、ちょうどでも出てきた。あ、そっか、怒ってるからダメなのか。最悪、超意味ねえ。こいつらがやったもん、その技嫌いなんだって。まじゃあ行こう。ヌトヌトに入ってくぞ。リゼロ。リゼロ。前作のラスダン、ラスダン通貨。ライドウさん。大丈夫っす。ゾンビ巡査でついてこれんのかな。まだ出てきたぞ。なんだわ、そっか電撃か。待って、いけべ。テトラカ貼っときゃいけべ。うわー、あれ、こちらあれか、どっちも分かりました。そういうことですね。これダメなんだ。ショックウェーブ。え、よ、え、一瞬で死んでったんだが、どういうことだ。ちょ、やれ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 、危な。こいつら、そっか、物理効かねえのか。ランダといえばそうだよな。まだも、そっか、言われてみればそうだね。いや、さすがにこのゲームでもそれだと思わなかった。いや、でもまあそうかね。これ10年進む。おお、いけないのか、これだけか。まだか、ブフだべ、多分だよな。こいつか。アラハバキ、フカアラハバキ。時間制限あんのか、そっか。結構結構か。そうだ、強えな、呼吸とする。ポケットするポケットする。あー、クソ、避けられ。よいしょ、すみません。あと1回。おお、はい。いや、なかなか、なかなかに。これはなかなか。わりわり言うと。
がる戦果山積する主体山積人か。あー原爆か。とりあえずセトラか。あとついでにこれも見とく。衝撃受殺が弱点。やんなくていいんだけど、ここやんなくていいか。なあ、くそ、横からも来てたな。がもうそれやめて、本当にすげえムカつく。衝撃か。僕の強いってわけじゃないんだけどな、めんどくせえな。ああ、死んだ。こっちか。うい。バロン、デカラビア、デカラビア。あ、でね。バロン、なんだっけ、呪殺とかじゃねえ。呪殺か。ちょっと待って、自分のバロン見ればいいんじゃね。あ、デカラビア、火炎、バロン、呪殺。致死量だけど、オーバーキルはせん。めんどくさいからだ。あれ、なんでいない。オーバーキルはせん。めんどくさいからだ。おらんがや。もう来た。見覚えの成長。これだべな。うい、あざす。ただどうしよっかな。焦点がまた仲間になったんだろう。もう地獄の効果を覚えさせないといけないからな、こいつな。どっちもち。ファイアブル。あー、あがんじゃん、もうちょいで。そっか。盗ってるか。あらばきがな。あ、でも7000か。盗ってる。まあいいや、適当にやろう。俺、レベルすぐ上がっちゃいそうだな、ここまでだ。まあいいや、もうレベルとか考えないでいこう。頑張るなら、まあ、2周目頑張ろうぐらいの気持ち。上か。なっちまったもん、少年もんな。だってこいつアギじゃなかったっけ、焦点。みんな火炎弱えな。火炎弱えやつ多いな。むすってる出すか、せっかくだから。ダブルファイアブレスト行こうじゃないか。激アツやないですか。分かった。グレンの壁突進、あと1万か。すげえな、ああいう風になっちゃいます。中精度焦点が、そうか。
どうしようかな。いやでもまあ焦点一回あれだかんな。奈良葉巻か、まあ大山積みか。まあどっちもいいんだけど。こいつっていうかなんか持ってんの。マーブルダイン持ってんのか。またそれですか。行こう。うん、カリスマの話術を持つ悪魔。カリスマ？カリスマ？あ、カリスマってなんだ？何が覚えるんだ？で、じゃあカリスマがいないと進めないの？こっから先。いたかそんなやつ。洗脳多くね。洗脳とペテン多くね。いねえな。ちょっと調べてみよっか。カリスマ先進みたいんだが。まだなんだ。めんどくさいんで。ああそっか、こっちであれか、荒幅。大山積みでも割といいんだけど、なんとなくショックウェイ。よっしゃ行け。多分最速で終わっているんだろう。120終わってるんだけど、まあね、マグを稼ぐんだったらグレンシンキングいいの落とすな。その万力のやつ2個落としてくれるととっても助かるんだけど、心筋でいいのかな。万力心筋が欲しい。ないよな。あらはばき、あらはばきいるけど。ああおっしゃ。おらあ、あまさか。やめてやめてくれやめてくれ。はい、ということで切りたいと思います。クソガエをマジで。カリスマのを持ってるやつちょっと探します。探しますか。調べ、はい。というわけで石化して死んでしまったんですけれども、あれだけにやっぱペトラにやっぱ気をつけないと。あれあるかんな。というわけで、あの作り直したとこですね、なんかこんなんできました。はい、しかもこいつディアラハン持ってんだけど。パトラ、サマリカン、ヒルコというわけで、こいつと合わせて、あ、フェンリルちょうどいたんですよ。フェンリルがカリスマ持ってたんで、おちょうどいいと、いうわけでやっていきたいと思います。じゃあね、まあ中程度も兼ねて、まずじゃあこの辺から行きましょう。いざ鎌倉。いやー死んだね。カラスさん、このあれだよな、ジレンマがいいよね。顔、素顔見たいけどなんか見たくないっていう。わかるかなこれ。わかるかな。うんこ虫どうなんだっけ。
あー結構持ってんな。いいべ。万力神金神金ビズアル、あれ2個欲しいんだよな。そうするとな、杖剣作れてたけどな。まあ剣かっこハンマーなんだけど、じゃあ行きましょうか。前作のね最終ダンジョンを思わせる。何がペトラになる？バロン焦点何食らうんだっけ、こいつら。あれか、そっか。じゃあお言葉に甘えて、チェイヤーチェイケベ、あそんなやってくからさっきも死んだんだよ。まあまあまあ、ヒルコとか懐かしい。あれちょっと待って、今何手に入った。待て、嘘でしょ。フラグ回収しちゃったじゃねえか、開幕手に入っちまったよ。まあ、あれつけてる、もしかして、あの剣。ああ、いや、ちゃんとこれになってるか。ここってあれ、なかったっけ。ゴーマデン下降りて、いや、ゴーマデンドミニオンか。わかりましたんで、手厚く葬ろう。やんなくていいんだけど、スキルがどうなんだ。えサンダル出たぞ。マジか、サンダルフォンとか出てきちゃうんだ。いいとか聞きました。聞かなかったっす。サンダルフォンとか出てくるんだ。でもまあそっか、アラハガキとかも出てくるんだもん。まだとか。ないか、ちょっと一回戻ろう。デカロディア。何だったんだよ。まあ、とりあえずファイアグレス打っとけって話だよな。まあ、じゃんけんがっつり出してんだって、もしやとは思ったけど。なんか、食らったぞ。ユウさん、テンテス。ロロロロ。結構若干辛いか。終わった。ここ心筋人筋わかんねえけど、神がねよく手に入ります。そういうダンジョンなのか、まあ、強いのしか出てこないかな。一回戻りますか。ミョルニールハンマー作るぞ。一応セーブしとくか。まあ、どこで死ぬか分かんねえかんな。大丈夫。あ、ガシャドクロダメか。ガシャドクロダメだ。ガシャドクロもなんかと合体されちゃうか。これなんか、登録するときなんか、めんどくせえんだよな。まあ、と
とりあえずウリドラを優先的に。ガシャドクロ、なんか面白いのいねえかな。焦点、全部作ってあんな。あるよな。ワンチャンクレイミーズとかか。インキュバス、あ、インキュバスいないんだっけ。一方、これ作ったっけ、見てみよう。疾風族。ああ。作ってねえわ。ガシャドクロ。ケトラ。まあ、作ってないんだったら。おたけび、あー、タルクガジャ、マハムド、マハラム。まあ、こう、こんな感じか。これ以外に変わりようがねえな。まあいいよな。うい。これなんか、今更ですけどね。あんまり。本当はレベル上げたくないんですよね。ふい。あれ。はい。ガシャドクロ。おばちゃん。知性の。悲しい。し、行くぞ。9万、9万じゃねえ、7万か。まあまあまあ、いいなこれ。力が1で魔が、運の方が魔に来るのか。効果大激アツ。よっしゃ行こう。ちょうど手に入った。でも剣だけどハンマースチャッ。ミオリニルってどの辺なんだろう。結構からの、410、仲間との合体攻撃威力が増加。9万410か。すげえな、めっちゃ上がるな。力プラス6、 HP40、 すごくねえか。持ってねえわ。光明、わかんねえ、読めねえ。まあいいや、とりあえずまあ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 、よし、新しい剣できました。一応セーブしときますか。変なとこで死ぬ可能性あったんな。いい、じゃあ戻りましょう。回復してやな。よし、900か。体力増えたな。でカリスマの手に入ったんで行こうか。カリスマ、フェンリルか。確かにな、カリスマって感じするよな。カリスマっていうあれだったら、あのねえ、ロキとかかな、やっぱ真っ先にイメージ出たの、まあ、メガテン3やってたからだと思うんですけど、ね、この辺は。15体かフェンリル。まあもう多分ブリトラ、なんだ、火の影術か。あれをやって、
かぶち入れて、あれあれダウンするのか、やべクラッチしたわ、時間制限するのとどうなんだろう、こんぐらいならまだ大丈夫、やっぱレベルがそこそこ高いから